2012年11月17日、オープンガーデンで今咲いている花の紹介をします。ペンタス、紅色の花です。キバナコスモス。ピンクの花、ミニバラです。黄色い花、マーガレットコスモス。たくさんの花をつけました。オキザリス、ボーイン、白っぽく見えるのがウィンターコスモスです。薄黄色っていうクリーム色です。メキシカンブッシュセージ、紫色の花。赤い小菊、今満開です。薄紫色の青色フジバカマ、赤いのはサルビア、ランドスケープガーベラ、白っぽい花です。八重咲きのストックです。そしてチョコレートコスモス、右側の下の方にビオラ、金魚草です。黄色いのがメランポジウム、そして花アロエ、オレンジの色の小さな花を咲かしています。紫の花、スイレン木、そろそろ咲き終えます。ピンクの花がベゴニア、その横の小さなピンクの花、ディアスキア、黄色いのが小菊です。もう咲き終えます。赤いのが紅花、紅みがな、もすいません、紅みがなです。そして手前に見えるピンクの小さな花、サザンクロス、後ろにストックです。これがサザンクロスです。こちらにもチョコレートコスモスを植えてあります。今咲いています。綺麗です。チョコレートの香りがします。レモンマリーゴールド、紫色の花、スターチス、宿根です。宿根のスターチスです。八重咲きのクジャクアスターです。
手前の白いのがハマギク。そして丸く見えるのが百日草です。紅、青、黄色、初恋草です。サルビアホットリップス、これはビオラです。小さな苗が周りに2列に植えてあります。ムルチコーレです。クリサンセマムムルチコーレ。丸く見える風船のようなのが風船トウワタです。花壇の中心になります。小さな白い花、芝桜。赤いのはベゴニア。真ん中に日日草です。中心付近です。ちょうどオープンガーデンの中心になります。